英語が全く話せる気がしない。継続したいけど一人だと続かない。単語も文法も全然身につかない。英語を始めたけど本当に上達してるのかな？知ってますか？英語を話したい日本人のほとんどが見落としてる。A very important skill. Skill. そう、この発音。発音スキルが圧倒的に足りてない。 EFJ 英会ではたくさんの生徒さんが世界で通じる生きた英語を学んでいます。皆さん確実に成長していただけて本当に嬉しいです。そこで様々な人たち数百人の方と実際にお話をしてきました。そこで改めて気づいたんですが、上級者中級者もちろん初心者の方関係なくですね、日本人の方が英会話を学ぶときに無意識のうちにおろそかになってしまっているのが発音スキルです。その大きな原因としては単純にその重要性に気づけていないところにあります。そこでもっと厄介なのが、教える側に関しても同じことが言えます。実際に SNS などで発信しているコンテンツの内容に関しても、実際に日本人の方誰もが分かりやすく確実に発音ができるようなコンテンツあまり見なくないですか？なのでやっちゃいます。発音レッスン。EFJ の公式 LINE を登録していただいている方なら誰でも参加できる発音レッスン、もう超自己流でがっつりレクチャーしていきます。英語のレベルも関係なく誰もが置いてけぼりにならない程度に楽しく参加していただけるレッスンになってます。ですので詳細を知りたい方、まず公式 LINE を登録してない方は登録をお願いします。でも登録してあるよっていう方は実際に公式 LINE、 そこから僕に直接メッセージを送ってください。他の動画などで僕の発音が綺麗だなとか上手だな、こんな風になりたいなって思ってくれたならぜひぜひ参加お願いいたします。では皆様ご連絡お待ちしております。 So see you on the lesson.